動画をご覧の皆さん、こんにちは。エキゾチックホビーズです。今回は以前から質問の多かった終身期についてご説明しようかなと思います。終身期についてはダイソーや100均の道具を結構多く使って作っているので、よければ参考にしてもらえるとありがたいです。プラモデルやガレージキットの粉塵はあまり体に良くないので、なるべく吸わずに作業できれば一番いいかなと思います。パソコン用の USB ファンが1780円になってるんですけど、これダブルのものを買っちゃって、シングルのものだとさらにここから500円安くなるので、カッコ書きで材料費の方は2493円っていう風にカッコ書きで書き加えてます。で、大事な灰を守るためにぜひ作ってもらえるとありがたいです。まずファンを下に敷いてネジを通す位置をマーキングしていきます。タッパーの上の部分にこのファンを取り付けていきます。で、次に通気口の穴を開けていく作業ですね。後々ここで失敗していることに気づきます。印をつけたらコンパスカッターを使って通気口の穴を開けていきます。結構このカッター頑張って切ったんですけど、なかなかこれ切るの大変でしたね。樹脂自体が柔らかいのでなかなかスムーズに切れてくれませんでした。カリカリと削っていく感じで切っていくと綺麗に穴を開けやすいかと思います。ここにファンをあてがっていくんですけど、こういう感じになりますね。蓋に取り付けていきます。コンパスカッターはマスキングテープをカットするときにも使えるので、買っておいても損はないかと思います。で、ファンの吸気側のカバーを取り外していきます。このドライバー使ってるんですけど、こんなちゃんとしたドライバーじゃなくて100均のものでも全然十分です。ネジは小さいのでなくさないように分かりやすいところに置いておきましょう。で、これタッパーですね。タッパーの蓋にファンのネジをともじめするので、取り付け用のネジを通す穴をピンバイスで開けていきます。で、今回は 4mm のピンバイスで穴を開けました。これも100均ですね。いつも使ってるミニドライバーセットにビットを通しているものです。で、ここからファンをともじめしていきます。で、ちょっとね、取り付け位置というか穴の位置が若干左側に隙間が空いてずれちゃってますね。まあ、ここは後でまた隙間を埋めていくので、そんなに問題にはならないかなと思います。ちょっと見た目は悪いですけどね。で、コードを通す切り込みを入れていきます。ここもリューター使ってるんですけど、別にカッターナイフとかデザインナイフで十分です。ピンバイスで穴を開けて、その穴の中にコードを通していきます。結構ね、通す穴がキツキツだったんで、もしかしたら 5mm の穴でも良かったかもしれませんね。で、通気口とファン本体の間をコードが通し終わったら埋めていきます。使ってるのはここでシリコンのコーキング剤ですね。コーキングを使ってファン本体と蓋との間の隙間を埋めていきます。ファン本体とこのタッパーの蓋はちゃんとネジ止めはしてるんですけど、やっぱり粉がはみ出てくるぐらいの隙間はちゃんとちょっと開いちゃってるので、こういうところは隙間テープを使って隠していきます。で、テープはついてるんですけど、テープでそのまま貼るよりもコーキングで接着してしまった方が外れにくくなるのでおすすめです。で、初代をね、2台近く使ってたんですけど、ちょっとずつテープが粉で汚れて、やっぱ粘着が弱くなってきちゃうので、粘着が弱くなってきちゃうと隙間から粉が吹き出してきて、やっぱりその周りが汚れちゃったりするので、隙間テープはシリコンのコーキングで打ってしまった方がいいんじゃないかなと思って、2台目はそうやって作りました。スポンジテープが貼り終わると、この本体とスポンジの間のところにもコーキング剤を打っていきます。で、まあ、コーキングはジオラマを作るときとかでも使えるので、まあ、模型がやると一つあると結構便利なんで、いろいろずっと使い続けることができるので、まあ、持っておいても損はないんじゃないかなと思います。で、まあ、値段的にも300円かそこらで買えるので、そんなに高くもないですしね。こんな感じで四隅をコーキングとスポンジテープで埋めてあげると、通気口の外側から風が漏れることはほぼなくなります。ここから空気の逃げ場、掃除機のフィルターをここで取り付ける穴を開けていきます。フィルターをあてがって、その通気口の形に油性ペンでマークをつけていきます。で、カットに使ってるのは先ほどと同様コンパスカッターですね。コンパスカッターで穴を開けてカットしていきます。で、この穴を開けた周りにコーキング剤を打ってフィルターを貼り付けていきます。僕はね、今回フィルターの交換はもうしない想定で作ることにしました。
というのも一作目を作った時は中をマスキングテープで固定してたんですけど、やっぱり使ってるうちにマスキングテープの粘着が弱くなってきて、フィルターと本体との隙間から粉が出てきちゃったりとか、そういうことがあったりするので、もう今回はコーキングを使っても完全に固定してしまいました。で、フィルターを掃除するときはこのフィルター自体を裏返しにして掃除機で吸って掃除をすることにします。ただね、2年ぐらい初代を使ってたんですけど、吸い込みが弱くなって不便だなって感じたことが特にないんですよね。なのでそこまでフィルターの交換は必要ないんじゃないかなって気はしてます。で、初代ですけど、もし欲しい人っていたりしますか？もし欲しい人がいたらフィルターの交換と中の掃除をしてプレゼントしようかなと思っているので、良ければコメントください。需要があったら次の動画あたりでプレゼントを企画しようかなと思ってます。まあどうせもう多分これが完成したら使うこともないので、そのまま捨てちゃうことになるので、良ければコメントください。ただね、新型コロナウイルスの2回目のワクチン接種が土曜日に迫っていて、周りの人も2回目がきつかったって言ってるので、もしかしたらしんどすぎて更新をお休みいただくかもしれません。通気口の径なんですけど、穴が大きすぎてこの外周のところからかなり中の空気がすごい出てるんですよね。というのもファンから箱の中に送られた空気が底の方にぶつかって、その底にぶつかった空気が外側の壁に沿って天井にどんどん上がってきてしまってるんですよね。まあ、構造上上に上がってきてしまうのはしょうがないんですけど、そこからファンの外側っていうのは吸引力が一番弱いので、空気がどんどん漏れてしまってるっていう感じですね。この時点では何でかよくわからなくて、首をひねりながらどこから風が出ているのかをひたすらチェックし続けてます。で、もうもしかしてこれ失敗してんのかなとか思いながら、冷や汗かきながらチェックしてますね。手がちょっとね、焦ってる感じが伝わってきますね。で、中央の方では吸い込んでるんですけど、外側の方からどんどん風が吹き出していることにこの辺りでようやく気づきます。で、とりあえずその実験をするためにテープでちょっとずつ径を狭くして、どれぐらい空気がはみ出ているのかをチェックしていくことにしました。水のホースと一緒で、出口の口が狭ければ狭いほど勢いよく空気を吸い込んでくれます。で、吹き返してくる風も勢いよく空気を吸い込んでくれれば、巻き込みながらまた内側に戻っていってくれるので、吸い込みはちょっと強い方がうまくできるかなと思います。出口を狭くしてあげるとかなりよく吸い込んでくれるようになりました。最終的な通気口の外周の径なんですけど、 8.5 センチぐらいになりましたね。で、この通気口、最初の時は 12.5 センチぐらいになってたので、その径じゃなくて8センチちょっとだとうまくいくかなと思います。で、性能チェックです。で、まあどこの家にでも転がっているカーボンのプレートを削ってみます。中央の方はこういう感じに結構綺麗に風が吸い込んでくれてるのがわかるかなと思います。で、外周ですね。外側の方もまあこれだけ吸い込んでくれれば合格点じゃないかなと思います。吹き返しもなく中に吸い込んでくれてますね。スイッチの接着に関しては、材質が蓋がポリプロピレンでできているので、コーキング剤を使ってくっつけることにしました。で、配線が一つ余ってるんで、そのうち照明でもつけようかなとか考えてます。ファンはこういったスイッチ付きのものがちょっと値段は張るんですけど、使いやすいのでこっちがおすすめです。で、今回は何回か質問のあった求人機について説明をさせていただきました。これからも視聴者さんの方からこれはどうやってるんですかとか質問があった時は、できるだけ要望に積極的に答えていく予定なので、ぜひ質問の方もよろしくお願いします。学生時代に本物の灰のホルマリン漬けを見る機会があったんですけど、やっぱりヘビースモーカーの人の灰ってかなり汚いので、灰のためにも塵対策はぜひやってほしいところですね。視聴者さんの健康な模型ライフのお手伝いができればとても嬉しいです。既製品のものでもいいので、しっかり塵対策はやっておきましょう。僕のチャンネルではガレージキットの簡単な作り方について他の動画でも説明しているので、よければ見てください。次回はアナデジさんのイシュタルを作る予定にしております。次回からまた再び瓦礫製作編に戻りますので、
次の動画が気になるといった方はチャンネル登録やいいねの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。エキゾチックホビーズでした。またねー。